夜の川は、1952年に、文学界12月号に発表された、沢野久夫の小説。沢野の作品としては3度目の芥川賞候補となるが落選した。しかし1956年に、山本藤子主演で映画化され、代表作となった。また1961年と1963年1972年には、 テレビドラマ化もされた。京染屋の長女として生まれた船木際は、伝統的な京染の世界において、老血染めで新境地を見出し、女ながらに次々と新商品を開拓。東京のファッションショーに出品するなどし、評判を博していた。ある日際は、制作の参考にと訪れた奈良で、大阪大学教授、竹村と出会い、一途な恋に落ちていく。 カラー作品。1956年度キネマ順法ベスト10の第2位に選ばれた。1961年7月22日から同年8月5日まで、フジテレビで放送。前編、中編、後編の3回に分けて放送された。放送時間は、土曜13時30分14時。キャスト1963年12月23日に、 毎日放送制作、ネットのポーラ名作劇場で放送。キャストスタッフ1972年1月3日から7日まで、前5回の NHK 銀河ドラマとして放送された。1956年の映画版に主演した山本藤子が、再び主演している。キャストスタッフ、ありがとうございます。